ミカエルジャンは第27代カナダ総督を務めた。ハイチ系カナダ人。CBC の元ニュースキャスター。現在はスーミツイン・スーミツ顧問官。2005年8月4日に就任が決定し、カナダの女性総督としては3人目となった。黒人としては初めてのカナダ総督となった。初の中国系総督エイドリアン・クラークソンの後を引き継ぎ、 ポール・マーティン首相に指名され、エリザベス2世に承認された。総督は、カナダ女王の代理を務める事実上カナダの元首であり、カナダ軍の名目上の最高司令官を兼ねる。総督としての任期終了後、現在は、数密院数密顧問館、ハイチのポルトー・プランスに生まれる。ジャンが最近和解した父は、フランソア・デュバリエ政権の下で拷問を受け、30年間家族と、 隔離された哲学者だった。1968年にデュバリエ独裁政権下の配置から難民として逃れた。家族はセットフォードマインズに移住した。幼少期はカナダで少数の黒人であったために差別を受けたという。モントリオール大学でイタリア語、スペイン語、文学の学位を得その後1984年から1986年まで。 修士学位を得ようとイタリアの比較文学の研究をした。その後もフィレンツェ大学、ペルージャ大学、サクルクオーレカトリック大学などで文学と言語の研究のために学んだ。その傍ら、1979年から1987年にかけてジャンは暴力を受けた女性のシェルターで働いた。後にはカナダの女性と子供のシェルターのネットワークの設立を 支援したまたまカナダへの移民を支援する組織でも働き、後に、ケベック州文化社会委員会で、カナダの雇用と移民のために働いた。そして移民女性としての経験を書き始めた。フランス生まれの映画制作者、ジャンダニエル・ラフォンとの結婚により、カナダとフランスの二重国籍を保持していたが、カナダ総督への就任に際し、カナダ総督及び最高司令官としての職責に、 照らして、フランスの市民権を自発的に放棄した。また、2007年8月には、カナダ軍最高司令官として、アフガニスタンで、作戦中の部隊を訪問した。2009年7月に訪日、秋人天皇と会談した。2010年のハイチ自身に際して、カナダ政府とメディアに対し支援要請と感謝を表明し、総督として、ハイチに対する強力なメッセージを打ち出した。 翌月のバンクーバーオリンピックでは、カナダ総督として、国際オリンピック委員会公用語の一つでもある、フランス語で、開会宣言した。その後、配置訪問を実現。総督としての任期終了後は2012年9月より、伝統として、終身職である、ン・密院ミ密顧問館についている。2015年1月より、フランコフォニー国際機関の事務総長を務めたが、 自定の階層への50万ベイドルへの流用など、指摘と疑われる工学資質の数々が批判にあい、再選されることなく2018年にて4年の任期を終了。英語とフランス語の他にイタリア語、スペイン語、ハイチクレオールが流暢で、ポルトガル語を読むことができる。詩人のルネルペストルは、おじにあたる。ハイチから養子として迎えた一人娘マリエダンがいる。 ハイチ生まれであることを表現した、ジャンの個人紋章には、二体の人魚と貝があしらわれ、鎖は黒人奴隷の歴史を表している。セディッキー、ハローン、ミシャイル・ジーン・スティーブン・ハーパー・ドゥ・アスプラウド・イン・ハイチ。 トロントスター、https コロンスラッシュスラッシュ www.tagestar.com スラッシュオピニオンスラッシュアーティクルスラッシュ751486アーティクル2010年1月17日閲覧。マック・チャールズ、トンダ、ガバナーゼネラルデリバーズティアフルステートメントオン配置。トロントスター、https www.、www.tstar.com ニュース、ワールド、配置、アーティクル、75385ガバナー。ジェネラルデリバーズティアフルステートメントオン配置2010年1月14日、閲覧。プリビカウンシルオフィス、インフォメーションリソーシズメンバーズオブザ・クイーンズ・プリビ、カウンシル・カレント・アルファベティカル・リスト J。クイーンズ・プリンター・フォー・カナダ。2012年10月12日、閲覧。 ミシャイルジーン・チョーズン・アズニューヘッド・オブラ・フランコフォーニー。c b c ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.cbc.sa スラッシュニューススラッシュポリティックススラッシュミーシャパーセント c トアブレージョンチ超ずん、as new head of la francophonie-1.28551382014 年11月30日閲覧。プライドでファンクスヨンアフィシルでマダムミシャイルジーン。 ヌーベルセクリティア・ゲネロル・デラ・フランコフォーニー。オーガニゼーション・インターナショナル・デラ・フランコフォーニー。2015年2月5日、閲覧。マルキス、メラニー、ミシャイル・ジーン・ルージス・ビットツー、ホールド・オントゥ・ジョブ・アズ・フランコフォーニー・セクレタリー・ジェネラル。2018年10月12日、閲覧。イトレインジアーズ、ミナステア・デ・エル、ヨーロッパイ・デアフェアーズ、フランコフォーニー、ルイーズ・ムシキワボ。 テイクスオフィスアーズセクレタリージェネラルオブラフランコフォーにフランスリープローマシー、ミニストリーフォーヨーロッパフォーリンアフェアーズ、2021年8月16日、閲覧。ありがとうございます。